CSX は、ホンダ技研工業が、かつて生産し、アキュラブランドで販売していたセダン型の小型乗用車である。アキュラエルに代わり、カナダ専売車種として、八代目ホンダシビックをベースに、した車両である。内装は、アキュラ向けに若干豪華になっており、価格もシビックより高く設定されている。外装は、欧州市場向けシビックハイブリッドとほぼ同一なものの、 北米使用シビックとは多少デザインが変更されているため、若干の差別化がなされていることになる。エル同様に、カナダのオンタリオ州アリストンで製造されており、日本使用シビックに対する顕著なサイトして、155HP の K20Z に2 0 l d o h c i ビテックエンジンを搭載していることが挙げられたが、日本使用のシビックにも、 2006年4月7日から同等のエンジンを搭載した 2.0GL が追加された。2006年11月にはタイプ S が追加された。基本的に北米使用シビック SI と同様で 197HP の K20Z3 には6速 MT とヘリカル LSD が組み合わされている。サスペンションにはスポーツチューンが施され215 45R17 サイズのタイヤが装着されている。2009年、アキラのトレンドに合わせ、パワープレミアムグリルと名付けられた新衣装のフロントグリルの採用、ヘッドランプユニット内をクロームから黒へ、リアコンビランプを丸型から八角形へ、など、外観の変更が行われた。初代2012年北米国際自動車ショーで、アキラ新型3モデルを、 世界初披露から次世代スーパースポーツ NSX コンセプトを発表。ありがとうございます。